はいそれでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。1日1冊読書家のマルスです。このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をレビューしていますで。普段はビジネス書についてご紹介することが多いんですけれども心理学や英語学習についての本なんかもご紹介をしています。でその他のジャンルについてはチャンネルページに再生リストが作ってありますのでよろしければそちらからご覧ください。また動画の説明欄にもリンクが貼ってあります。 で今日ご紹介する本はこちらの空中ブランコというタイトルの本になりますで。最近ちょっと文庫の本なんかをよく読んでるんですけれども、まあ、その一環として手に取ってみました。でえっとまあ、内容はですね、えっとまあ、5つありま 短編小説っていうんですかねが書いいてあったと思いますその5つがまあ独立しているわけではなくて、えーとまあ、そのストーリーにまあ共通して出てくる人物がいますとで精神科医の、えーまあ、キャラの濃い精神科医が出てくるんですけれども、まあ、その精神科医をこの5つの、えー、短編小説の軸として通していて、まあ、それぞれその5つの話に対して、まあ、主人公が5人出てくるというような内容になっていました。 でもちろんあのネタバレをしないようにあのお話をしますけれども、えー、まあその5人の主人公がですねいろいろな人間関係や自分自身のまあ感情のもつれからですね、まあ、ちょっと,えっと精神に異常をきたしてしまうとあの全くおかしくなるわけじゃないんだけれども日常生活でどこかあ私おかしいな僕おかしいなというようなまあ感覚と、えー、まあ具体的な症例というのを伴ってですね、まあ、日常生活苦労していると。でそんな中でそのさっっき言った キャラの濃い精神に出会うとでその精神科医が、えーまあ、その5人の主人公を、まあ、濃いキャラでですねサポートをしながら、えー、5人をまあ立ち直らせていくというか、まあ、何かその自分の弱さとかまた自分の良さに、まあ、気づきを与えていくと、まあ、そういったようなストーリーになっていましたで、えーとまあ、私自身ですね、えー、と結構あの気持ちが落ち込んでしまうことっていうのが、まあ、時としてあるんですけれども、えーまあ、この「 5つのストーリーリを読んでですねなんとなくあ自分にもこういう時あるなとか何、あのー、て言うのかな誰でもこういうあの人に言えない悩みっていうのをまあ抱えているんだなという当たり前のことをですね、まあ、今更あの改めて、えー、ちょっと感じさせていただきましたちょっとネタバレが怖いのであんまり細かい話ができないのがまあ残念なんですけれども、えーとまあ、もちろん小説ですので あのでどちらかというと結構キャラが濃く書いてあります。あの現実にはあのなかなか出会わないようなキャラの濃い主人公とキャラの濃いえ、お医者さんというのがまあ、中心になって書かれてますけれども、でもやっぱ起きる出来事っていうのは、えっとどこか日常でまあっても良さそうなでもないよね。っていうような内容で仕上がっています。何かこう自分のせ日々の生活の中ですね。悶々としたものがある方とか、えー、どちらかというとこう。ちょっと考え事をしたい時にですね。読んでみると、まあ励まされるような内容なんじゃないかなというふうに思いました。 はいで、直木賞受賞のシリーズということだそうです。で、えっと、本としてはですね、どれぐらい新しい本かちょっとわからないんですが、2008年に出版されている本ですね。なんかタイトル聞いたことあるんで、有名な本なんじゃないかなと思います。すみません、私が無知なだけなんですが、えー、もしよろしければ手に取って見られるといいと思います。はい、今日は以上です。よろしければチャンネル登録とグッドボタンの方、ぜひよろしくお願いします。